柱の神が二組のクロードを地の底の最果てに送り出し、待ち構えるアッキどもを成敗させる。どちらの組が先に勝利を収め、神から認められるのだろうか。俺の力量を試す。前へと手繰り寄せている。地獄に落ちろ。クロードが怨霊の目を騙さず、クロードが怨霊を目覚めさせる。灰の匂いとムクロの匂いが荒々しい鬼の一味を前へ前へと手繰り寄せている。信じた。この呪いが己を勝利へと導く。地の底の最果てから邪悪なる者が信じて這い出した。ロードの呪いがもう一組で懲らしめた。カリスの闇の力、悪鬼の杖が静かに忍ぶ。鬼がいる。あれが百発が散るさ。手を取り、地味猛霊に立ち向かう。この敵に群れが果てはないのかと疑いを抱くほどである。明けだけ怨霊が戦場の英雄に襲いかかる。どこからともなく恐怖の化身が姿を現す。惹かれる鬼二の大群れが再びクロードに襲いかかり、再び破れた。おびただしい数の影が迫る。最後の敵の一匹が倒れ伏した。もう一組は敗れ、クロードは勝利の喜びをかみしめる。